一回、えー、この総合的な時間で、まあ、一応、まあ、本当にこの時間だったかどうかのところも、まあ、疑問はあるんですけども、この辺のところですべ、えー、て計算すると、えーヶ月まあ、6ヶ月あるかどうかのところで、えーまあ、トータルで、えー、1700時間を超えています。で、どんな勤務の仕方だったかっていったら、まあ、この表で言うと、 えーまあ、2006年の10月16日から、えー、11月15日の期間なんですけども、えー、労働時間を示すものがこちらで、えー、これがね拘束、えー、時間と書かれています。で、もうこの時間見てもらったら分かると思うんですけども、ちょっとどうか知るでしょう。15時間とか。1日ですよ。拘束時間です。で、 休みが1日しかないの気づき気づかれましたえー、っとねそれとこの表の変なところはこれねえー、っとちょっと待ってくださいねだからここはえー、っと 確か10月下旬から集まってるんですよ。10月、16日っていうことはなかったような気もするんですけども、この辺、確か新人に仕事、新人の人に仕事をしてたりとかして、出勤してたはずなんですけど、ないんですよ。変でしょう。で、他にもあのー、休日の労働とか、あのー、 まあ土日祝日の,あの割り持ち賃金ない。あのー、だからまあこれは高8号証のものなんですけどもまあ急に高8号証と言われても高1号証から何号証までがどういうふうなものなのかの記載とかがなかったらなかなか難しいかと思うんですけどこれでねこう15.25とかもう。 もうとにかくもうこの,この後もう1四一日の拘束時間は14時間超えるだけでも普通の人かなりきついですよ。で、これ見てもらったらわかる通り、これがね、11月の16日から12月の15日なんですけども、休みが、この0.00が休み日で1回、2回、3回、4回、5回、それでもう、 357.5五なりますね。あの労働時間どう考えても。最初の方の10月の分はどうだったかなの分は本当にこれありますね。何か変だなと。それ。 結局もう11月からの巡回の話になったのかどうだったのかなんか結ど10月下旬にはなんかこう集まらされてましたね会社でで現場行ってたような気もするんですけどもいやだから最低賃金法に当てはめてなんですけども普通考えなきゃならないのはまあこの場合はあの契約書を交わしてえっとちょっと待ってくださいどれが契約書だったかなえっと販売委託 契約書こうまあ、例えばこういうふうなものね、えー、これは2005年のものなんですけども、2005年から2006年のものなんですけども、まああのーまあ、こういうふうに、えー、販売委託契約書というものがあるんですけども、ちょこちょこ、ねあのー、おかしな内容が記載されてるんですよ。まあ、一時停止で押してもらって見てもらったら分かると思うんですけども、 あのー、法律の、あのー、民法の使い方とかで、まあ、第三者に怪我を負わした場合、えーえー、っとね、えー、ちょっと待ってくださいね、まあ、この辺のところもよく見てもらったら、あのー、いろいろ気づかれる方は気づかれると思うんですけども、ちょっと待ってください、もうちょっと先ですね、あの損害賠償のところ。あの普通、任意保険入っていたら済むことなのに、任意保険に関する書類は見当たらないんですよ。 でこれ一応会社法で会社の中に、あのー、何か規約とか作ったりすることできるんですけどもルールを作ったりすることがだけども一般的な法律があれだけたくさんあってその内容から逸脱するようなものを、えー、ルール化できるかってだったらそれ無理なんですよ。 だ、大切一般的な法律の範囲内だけでもややこしいのに、さらにややこしくなる。だあのー、事故に対する面積負担額5万円とか、2回目以降その都度面積負担額8万円とか、これ僕、部合で仕,仕事をさせられていた時に、もうさせられていたっていう言い方にしておきますね。もうあのー、とんでもない長時間労働で、あと、あのー、 昔フルーツラーパークに来ていた老人で、わしが止めたるとか何かそういうふうなことを言ってた、えー、老人が、吉尾ランプ、えー、神戸市北区のえ藤原台から大御町の方へ行く、えー、まあ北町の方ですね、あの消防署とかあるところの、えー、そこからえ吉尾ランプへ向かって進んでいく道を逆方向から、大御の方からまあこういうふうに。 曲がってきたときに、吉尾ランプのところの、えー、まあ、こちら側が藤原台の方です。消防署のある方で。えー、で、えー、こちらの方の道が、えー、まあ、フルツラーパークへの、まあ、焼きに、えー、とね、えー、と、肉屋さん、肉屋さんが、ここの辺にあります。で、ここから合流するんですけど、合流する道があるんですけども、片側、あのー、片側2車線なので、僕、まあ、こういう風にして、まあ、さっきの続きなんで表現しますけども、 車がこう出てこようとしたんですね。で、僕は右間2車線目を走ってたんですよ。普通左車線が空いていたら左車線から合流するでしょ。だけども、軽トラックのそのおじいさんが2車線目に出てきて、もうもうしかもあの、すごく遅いスピードで。で、僕もともとスピードあんまり出してなかったんですけども、もう目の前に出てこられたから、 もうブレーキ踏んでも間に合わない。で、ある程度の衝撃でぶつかる。で、まあ、あのー、ランプのところとか破損したんですけども、まあ、それも実費で、あのー、交換したりしたんですよ。本当に。はい、もう、その話聞いただけでもシーンとなると思うんですけども、普通、会社が任意保険入っておくものですよ。で、この辺、この辺、あの、損害賠償のことに関して、 オツが第三者に与えた損害について民法第1 7 5条の責任は公には適用されず、だから会社に適用されないということを言ってるんですよ。オツは第三者に及ぼした損害賠償等の全てを負担するって、こんなことね、その事件が発生しな,しなかったらかるわけないんですよ。状況によるから。さっきの話聞いたときに、どちらが悪いか分かりますよね。その時すぐにね、あの、駆けつけてくれた弁護士さんの人いたんですよ。JA に。その老人。 あなたこの人に何か言いに行きました来たことありますって。どっかもわかりますよねって。あとから僕は思い出したんですけども、その事故を起こしたん直,直後に、 そんなことはあの何かこうフルーツラーパークのバーベキューコーナーであの老人男性が複数で来て絡みに来てそういう風に言われていたそんな数年前のことをそんなものもう5年ぐらい経過してから思い出せるかって言ったらそんなの無理じゃないですか。 とから思い出してる方なんですけども、まあ多分、そういう弁護士さんは、その、電波のその記録、エシロンのシステムによって聞こえてきていて、多分、それ、相手に、あの、本当のこと言いなさいよっていうことで言ってくれたんだと思うんです。けど、結局、その時の件は、結局、僕負担で交換しただけで、多分、その弁護士さんのことも僕、よくわからなかったんですよ。 あのー、誰それという弁護士ですとかこう何かあ説明があったのかどうかちょっとよく分からないんですけども、あのー、その自分がまず法律のことをあんまり分かってなかったら何、あのー、とも対処のしようがない会社からは現場行けって言われるでその片っぽのランプが潰れたまま、まあ、ライトのところですね あの、ヘッドライトのところ、え、現場、え、その日回ることになって、それ本当は違法行為なんですよ。あのー、終了してからじゃなきゃならないんですけども、ただそれね、本当に、あの、現実的なこと言うと、代わりに出る号車がないんですよ。で、代わりに駆けつけて、代わりに出勤してくれる人が。だって急に知らないところ行けって言われても、無理でしょう。 で休みの日に、それ電話かけてこられた、だから新人の年の,その年末の13連金が、それなんですよあの、交通事故を起こした従業員の人がいて、であの代わりに出てくれって言われた者がいて、そこから代わりに出てくれって僕の方に電話かけてこられて、店長には、店長はどう言ってんのって聞いたら、店長は電話出てこないって言うんですよ、電話オフにしていて、携帯電話 だからまあ、その日、あの年末13年金させられるはめになったんですけども、もうこの先のね、この販売委託契約書で、これね、あとこういう、これもっとここからねあの、薄いの金額もらってるじゃないって思うかもしれないじゃないですか、平成17年の,その10月からね、えー、12月の間に、本当にこれだけ稼いでたんだったらって、ただ労働時間がものすごい、労働時間ですよ、あの5 0時間前後のね。 多いとき370時間ぐらいに達するあの労働時間から考えたら、はっきり言ってまあ普通の金額なんですけども、手にしないんですよ、この金額を。で、会社は源泉徴収額として国に提出するんですよ。じゃあ、国の方は公営住宅だから家賃上がったり住民税が上がったり、他の,あの国民年金とか、国民年金保険、 方が上が上ったりするんで、すよで後からこれ見たんですけども、1リットルあたり、まあ、10円ぐらいの計算になってるんですよ。まあ、大,体大体なんですけども、これ,これもね、一つ一つ計算していったら、10.1円の時と違う時がはどこかだったような気がするんですけどね。まあ、10.1円っていう計算の仕方でしたねあの。自分で計算して。で、ただこれね。 1>, 1リットル10.1円って、その、どういう人七790円で販売してた時に、1リットル10円ももらえるのって思うかもしれませんけども、多分あの頃でそれぐらいの価格が適正だったんだと思いますよ。だって、労働時間が1年間に匹敵しますもの。5.5ヶ月で。で、交通費とか出ないでしょで、いろんなものが出ないから、 いやだからその厚生年金のかけ方、もう厚生年金も入れてもらってなかったんですけども、だから厚生年金もうないし、だから、労働時間で考えたら、これが最低賃金法に当てはまるような内容で、普通、まあ、これぐらいの、この平成17年の頃ろかな、もともとは灯、ね、油の販売って危険物取り扱いの免許が必要だったんですよ、兵士以上が。 好乙兵とあるんですけども、乙が6種ほどあるんですが、まあ、あのー、危険物取扱いの免許持ちで、まあ、普通免許を持っている人じゃなかったら、まあ、この仕事ができないっていうことにまずなってきます。まあ、もちろん、あのー、ちゃんと会社にお金入金して、えー、お金ちょろまかしたりしないような人じゃないと、あのー、絶対会社としても務まらないっていう形になるんですけども、 えー、会社の方に、この、だから、教託金か委託金か何かで会社に、渡されてるのかなえっ、ー、とし、会社にこう、納めさせられてあ、ここ。9.4円とか。途中で数字が変わるんですよ。だはまあ、販売委託契約書。だからばば、場合によっては、9.3円とか。1リットル。 計算したら。10.1円の話じゃなくて、この販売委託契約書にはっきりした、はっきりとしたあの内容、先ほど一応全部映しましたけども、なかったでしょ1リットル何円の分で渡しますって。こんなむちゃくちゃな契約書ないですよ。労働者も大変なことになります。で、この金額自体、 払ってもらってないんですよ。だから、あの、教託金ももらってないし、あの、会社に預けてる。で、そのままあ、あの、家賃とかが上がったりしてたから、その、えー、っと、えー、っとね、他にもね、他にもちょっと色々あるんですけども、ちょっともう、どれから行きましょう本当にもう、めちゃくちゃな話がすごく多くて。 ここはね、えっ、ー、と、平成18年の5月の、その、アワチに、になんか、海の家を出して、うん、余計な会社の支出ですよ、本当に。あの、作らなかったらよかったんでしょうけども、誰かがなんか作りたいとか言い始めて、そうなったみたいなんですけども、これね、ちょっと待ってくださいね。時間給880円なのかななんか、これもなんかちょっと変だった。 とは思うんですよ合計労働時間が9十9十九十でしょ ?99 なのに、ないでしょ差し引きで所得税、まあ、源泉税のことなんでしょうけども、もちろん厚生年金とかはなくて、本当は加入させてもらえなかった話にならないのに、 だからこれ、最低賃金法に当てはまってるのか、だって、れが賃金の時間とかあるんですよ。で、これ、交通費どうだったかな誰かの車に乗せて、乗っていったのか、自分の車だったのか、ちょっともうはっきり覚えてないんですけども、他にもね、会社で問題があって、 販売員に自社で販売してるものを買わせたりしてたんですよ。こういうようなものを。あの、緊急災害時とか、そういうふうな触れ込みで、ハンドルをぐるぐる回すことによって、一応発電できて、ラジオとか、あの、ライトがつくっていうものなんですけども、それを買わされるんですよ。もともとお米の販売もそうだったんですよ。自分で買わされて、で、食べてみたいな話で。で、この週はホームサービスっていうのが、ええー、 確か、まあ、こちらはあの口座のお金ですから、あのー、この5万4千いくらっていうのはエアコンクリーニングの話であって、あのー、まあま、あ大した金額じゃないのは見てお分かりだと思うんですけども、そこもちゃんとした計算したら。 これ、労働条件としてどうなんだろうっていうところ。もう何回エアコンクリーニングに行ったのか、もう覚えてないですから、もうなぜ働かせ方がこう、むちゃくちゃで、えっと、これもね、なんか、お客さんから、あの、持って帰ってきた他の従業員とかがいて、あの、灯油缶なんですけども、古くなった灯油缶。これを、あの、軽トラックに乗せて、 この神戸市東長区大崎浜町16の7、このセーフティーアイランドっていうところに、ああ要するに産業廃棄物を扱ってるところなんですけども、それをね、ああ捨てに行って、ままお金の支払いをしなければならないんですよ。で、その時のこれ、賃金出てたかなっていうところですね。 だってこれ10月の14日でしょう。一応、この人は兵庫県のブロック長だったんですけども、これがあのさっきの1の時の説明であった、えー、金40万円を修理費用と保険面積として預かりますっていう、この作法っていう人も神戸市兵庫区の。 もともと出身の東山高校をデハイリしてたところを見たことあるんですよ、子供の頃に。小学生ぐらいの頃かな、中学生かそれぐらいの頃に。で、えっ、ー、とね、この糸も、えー、タコハチの裏にある神戸市兵庫区のあの、港川の駅の、えー 駅を降りて、まあ、東山商店街と港川商店街などがありますけどもその近くにタコハチっていうところがあってその裏手に科、あのー、学警察かな、えー、そういうふうな名称の、えー、建物があるんですけどもそこで入りしてたんですよあ本当にこの人は民間の方の人間だったのかどうかはよくわからないでこの人も結構なことをむちゃくちゃなことを言ってたんですよあのー その、ニュース事故の時にね、これ明らかに働かせてきた、このブロックーにも責任があるのに、その、とんでもない長時間労働させていた。無理やりその、空いてる曜日とか、その、稲川とか、あの、川西とか、僕は行かされたんですよ。コースに空きができたから、とか言って。あとね、うーん ああこ,れこれかなあああ自,己自己紹介番号。これですね、先ほどの,あの吉尾ランプのところの件の。衝突出会い事故って書いてますけども、この出会いっていうこともなんか変でしょう。まあもちろん、会うっていう方の、あのー、普通のこう、 会長の会とかじゃなくて、その、違う方の組合の方の出会い頭の文字ですけど、まあ、昔から多くの人が使ってます。まあま、あ年齢見ても、86歳でもうちょっとびっくりしたんですけども。だから、自分が言ったことを、まあ、けど、二田生命、普通出てこないですよね。まあ、けど、もうその年齢で車なんか乗るもんじゃないですよ、本当に。 だ、まあ、もう今、このにいらっしゃるかって言ったら、まあちょっとね、もう皆さんお気づきだと思いますけども、今からもう、20年近く前の話ですから、100歳を軽く超えてますから。 で、まあ、こちらは、まあ、シャープエンジニアリングさんで働かせてもらった時の、あのー、請求なんですけども、ここも実はね、稼いでるように見えるでしょう。自分の車両の持ち込みなんですよ。で、ガソリン代とか全部かかってきますし、もちろん交通費もないですし、あの、タイヤ交換とか。えっ、ー、とね、8月とかないんですけど八8月とはね、 結構な金額は、稼いだんは稼いだんですけども、それも長時間労働ですね。だからまあ、最低賃金法とかに当てはめても、まあ、それぐらいの金額になるかな。で、まあ、時給1000円ちょっととかで雇ってもらって働いていた方が稼げていたんじゃないかなっていうところですね。あとはまあ、この辺のところが、あの、先ほどのあの、領収書。あのー、こんなにたくさん言われて、皆さんわかりますかね。あの、という間の、 あのー、捨てに行ってきてって言われてロックアイランドまで北神戸店からそれもどう,いう間をいろいろこう分解してあのー、誰かはこうチェーンソーか何かで使ってカットしてたんですかねそれでたくさん詰めるように軽トラに1回行けるようにでこの週はホームサービスなんですけども こちらの方はね、ジェットバスの巡回点検業務で、ちょっと待ってくださいね。さっきのあの、振り込まれてた金額と全然違う。こっちかなまあ、これジェットバスの方で、えー、働いてたんですけども、これね、あのー、まあ、1台をね、あのー、ジェットバスの、あのー、出る、 湯が出るところの部分をあの交換したりするんですけどもそれが、えー、1台、えー、単価がいくらだとか交換したらとか、まあ、こういうふうな形なんですけどもこれそこそこやっぱりお客様の家へ行って、えー、風呂場で、えーまあ、それを取り替えたりとかするのに結構時間かかったりとかもう一番最悪だったあんまりもう回すと固くて回りきらなかったり ペンチでね、自分の指のここの皮を思いっきり挟んで、もう出血ダラダラになったことがあってうーん、パチンコ店のところで、明石の方でしたね。で、まあ自宅はパチンコ店の上にある、まあ、まあまあ、あの、エレベーター登っていったら立派な家があるなというような和風の、まあまあそういう風なお家だったんですけどもあ、この金額でしょうね。その時の。で、これがね、 その、どこまで生かされたかって言ったら、姫自身の隣の針馬まで、このうちの一軒はあったんですよ。で、これね、ガソリン代とかは確か自分の車だったから、もう何しに働いているのか本当にわかんない。で、これ多分、それはこれで、会社は厳選税とか、あげたりしてませんでした。 週はホームサービスだから会社がしてるから減税税上げるでしょ国にもうこんなもんあこれがそのシャープエンジニアリングのその八月の時なんですけどまあエアコンとかの修理一件まああの達成したらえ五千円とかでまあ一月で百二十二件えまあ修理を行ったんですけどもこれも遠いところはあのー 8月だったかどうかわからないですけども、稲川とか行きましたね。あの、巡回してたところよりももっと北の方の,のところです。もう、片道だけで、その伊丹にシャープエンジニアリングの、その会社があったんですけども、片道だけにやっぱり1時間ぐらいかかりましたね。だから、僕の自宅からだと、もう何時間もかかるようなところですね。2時間ぐらいかかると思いますよ、片道。 もうとんでもない山の中でびっくりしましたね。えー、っとね、いやまあまあ、シャーロットエンジアリングさんの方は最低賃金、これ労働時間もけどかなりきつかったですね。まあ、遅いところ、夜の22時でもその洗濯機は急に壊れたもんだから、もうあのすぐに明日洗濯したいから、修理しに来てほしいって。 っってていう電話が会社に入ってでお客さんがこう言ってるけどもどうどうするって言われてあのまあまあもう今何件も回ってるのでそちら着くの22時ぐらいになってしまいますけどもよろしいですかというような、まあ、返答をすると来てほしいって言われて、まあ、修理したりとかもあったんですよ移動距離がすごかったでしょうねこれ。 いやだから兵庫県の伊丹の,のエリアを中心に、まあ、神戸市内はあったかなどうかなっていうところなんですけどもあったような気がしますね。まあ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 、けどこの時ですねあのボクシングのっか、えー、今和人選手ですかねそのお父さんもう世界チャンピオンになってますけどそのお父さんとこの頃にあに、のー、会ってるんですよ。 浜崎市のマンションでその後世界チャンピオンになってますねえー、っとねちょっと待ってくださいねもうどこからも何から何までもうめちゃくちゃでもう裁判所の裁判官もこれねもう今までの件の,その不払いの件も含めて請求額は300万ちょっとだったんですよで、まあ、裁判所の裁判官が、まあ、あのしっかりとした大きな声ではっきりこうおっしゃったんですよ これだけだったら全然足らないと思うんですって。私ももっとあると思うんですって。だからもうこういうふうなことをやられたら、だからもう公務員の人もこういう例があるっていうことを知っておいてほしいんですよ。なあ、その、それでその帰宅役所の人にあの相談しに行った時に、主査の人に。 あのー、いや、これ本当に家賃こんなに上がってますけども、これどうなってるんですかっていうことで、だから会社がこちらにお金を渡してないのに、源泉で国にあげてるから、家賃勝手に上げられるんですよ。そしたら、住民税から、住民税をもとに国民健康保険の、あのー、計算式とかあるんですよ。住民税がいくらになって、そ,それは所得によって変わるんですよ、住民税って。 もうなんか子どもの声で嘘とかそういう声が聞こえてきてますけども、あのー、想像以上にこの社会いろんなものを身につけてから社会に出なかったらもう本当に大変ですいやもうあんまりその1リットル10円とかも大したことないですよ。これがあの1月の5日の販売数量ですよ。 その前の週はそこそこ売れてたんですけども、これ、あの正月、1月から4日まで休みで、その年末の時はそれなりの量が売れるんですけども、それ、1回その週は飛んだりしてしまうと、お客さんの数がガタっと、あの他の業者さんで買われたりして、こうなるんですよ。まあまあ、けど、これぐらい売れたらまだマシな方なんですけども、これがね、まだ、あ、1月の,その、まあ、冬真っ只中の販売数量っていうことを頭の中に念頭に入れておいてください。 で、ちょっと待ってくださいね。まあ、うん、この辺りの数字の方が分かりやすいでしょうね。ね、3月とかなったら1500リットルとかでしょ。で、これね、2つの巡回地域を両方とも回ったりしてるんですよ。西宮ナジオと生野高原の辺り。だから、花の峰とか月、月、うん、月宮も入ってなかったかな。えー、花の峰から生野高原までの辺り一体、あの南、南大 とかあの辺のところもですね。3層だとか。ラジオ調とか、それであのさっきの、えー、ある程度の数字が出てたところはあるんですよ。他の日なんか。まあだいたい。まあ。